なんやねん今年の水中むずすぎやろ。感覚としては50点ぐらいしか取れてない気がする。終わったー。いや待て、こんなむずいんやから他のやつもできてないはずや。うん、そうや、平均点ありえんぐらい低いはずや。切り替えて 2B 頑張るぞ。してるやん。まあこの子もできひんかったんやろうな。うわあ、まあ、後ろも泣き出した。辛いのわかるけど泣きすぎやろ。もうみんな死ね。くっそー。誰か殴って試験中止にさせるぞ。うおありますね。馬がセンター受けたときはそんなめちゃくちゃ軟化した科目なかったんで荒れてなかったんですが、ありえんぐらい軟化したときは泣く人が続出します。まあ泣いてしまう気持ちもわからなくはないですが、途中でね精神崩壊してしまったらその後の科目に響きますんで、受験生の皆さんは自分があまりにもできなかったときは他のやつもできてないと割り切って次に挑みましょう。1科目ぐらいね爆死しても全然取り戻すことはできますからね。ふぅ、大門1のカッコ1で結構時間使ってもうた。次いいかな。次は、何やこれ。太郎さんと花子さんがキャンプ？何やねんこの会話文。長すぎやろ。くっそ、読んでいくしかない。これが16度だったと。本当に16度なの？はぁ？何やねんこいつ疑い出した。こっから縮尺の話して。ここまでの会話いる？こんな2行ぐらいあれば説明できるやんけ。なんでこんなクソしょうもない会話に付き合って時間削られなあかんねん。ああ。くっそー。なんやねんあの問題。てか他もむずくて全然時間足らんかった。しゃあない、切り替えて 2B 頑張ろ。問題文流す。ありますね。ほんまこの年に受けた受験生気の毒で、まず 1A で意味不明な会話挟まれて集中力切らされて、とどめのね 2B の問題文の長さで、あれマジで鬼畜でしょ。出題者の意図はよくわかりませんが、文章から重要なとこ判断して読み解くみたいなことはね国語でやってるんやから、数学でそんなもん入れんなって話ですよね。なんかあの問題文見てると、仕事できひんやつがなんか上司に説明するときに結論から言わずに中身のないことをグダグダ引き伸ばして話してる様子が思い浮かびました。この年はね花子と太郎が受験生を地獄に陥れたようですが、こういった傾向は続くかもしれないんで、受験生はねこれに慣れないといけないんですね。不憫です。これありますね。もうこれに関しては隣ガチャなんで運ゲーです。あまりにもうるさい場合は試験監督に言って注意してもらいましょう。